はいどうもパチロです。大変な事件が起こりましてね、攻められて迎撃するために出撃したんですけど、鉄砲隊じゃないやつ出してしまったんですね。縛りプレイの意味がなくなってしまいましたということで、そこからねちょっとロードして時を遡ったところからスタートです。ごめんなさい。もうこれはねもういかんともしがたいということで、ここからスタートしたいと思います。もうこれはねもう治安を上げまくる、治安を上げて500まで、まあどういう歴史の流れになるかはちょっと分かんないんですが、これなあ、今まで一遍もそういうミスをしてこなかっただけにちょっとね、さあ多分ね1年ぐらいね遡ってるんだと思うんだよね、さっきのプレイからすると。ようやくここが落ち着いてって、シナノに攻められてよし迎撃してやるぜみたいな感じで、そこで事件は起こりました。おっとそっちかい。まあこっちもね攻められてたね。ただこっちから攻められてきたのは歴史が変わってるかな。で久喜森高、そうこのね最後のね鉄砲隊設定をね忘れて全員足軽で出撃してしまうというね、おバカプレイをやってしまいましたということで、さあやるぞ。これなあ、これ僕いつも順番にやってたんですよね。吸収火攻め、じゃあ火攻め吸収っていう順番だったんだけど、実はもうこの段階で吸収をして相手に鎮静を使わせた方がいいんじゃねえか説もあるんだよね。どっちがいいかは分かんないんだよね。そう、その九州の低戦闘部隊混乱っていうのがね、でこの兵糧と士気を下げる、まあまあ鎮静、はい。た
ただその鎮静を使わせたことで、相手のねこの三段構えに対する防御が一切なくなるという、でこれで火攻めをやらなくいいで、あいった、打って打ちまくるべ。あー大将が先に来るのかい。こうなっちゃうとね、前田刑事だけど、これでもう退却させるか。あ、しねえかも。ああ、したか。よしてる逃げ。捕まれよ。誰か捕まれ。ダメか。まあ、くそ。いやちょっと歴史を変えてしまうのは申し訳ないんだけど、もうこれはこればっかりはね、俺も状況を把握しなきゃいけない。まあ台風が来たりいろいろあったんだけどね。てかこの年か台風来るの。歴史変わってなかったら台風来るね。ああ森田兵がなんでこんなとこにいるのっていう話を、あーっと来た。籠城します。これもなんか歴史通りっていうか前の記憶の通りなんだけど、そう、あの攻められすぎて、ただね季節がねよろしくない。季節が最悪なんだよね。剣女、あーいた、こいつらいた。歴史がちょっと変わってるけどいたわ。53、あ、向こうも撃てるんだ。90。
シュシュ。地獄の門が開く、前段取りはバッチリよ。大将来んな。おっと、来ちゃったしかし逃げられた。当たれ。うん、攻めないで、攻めないでって、攻めないでってひどいな当たらんか。当たらんわな。だー、ここでか。少ない損害で倒せると思ったのに。これはね、弓構えがあるからね、殴らなきゃいけない。当たれ、当たっちまえ、当たっちまえ。ああ、こいつか。おっしゃー、兵糧ゲットだぜ。そう、実はミノを攻められる過去もあっただよね。ミノ攻められてたんだけど、まあ、攻められるまでこれちょっとね、このままにしときます。あ、てかあれなんだ、あのこいつを、こいつの増援分を作らなきゃいけないから、違う、98か。移動と輸送を間違えるとかいうのもあったんだよな。
あーなんかねちょっとあかんことばっかりになってきとるな。今はね急激な尿意を催してねこれが信長の野望をやっていられるかどうかというような状態もあるんですが、まあこれはねでもやり続けます。これ攻められたらね鉄砲の数が足らないからやばいんだけど、1.5 撃って撃って奪った兵糧を金に変えるみたいなそういう作業っす。違う。さあ兵装はもうこんな感じだからね、兵士も増やして攻めたいねなんていうことを言ってた。あでもなんか未来がちょっと変わってる多分ね。あーいかん我慢ならない。簡単に言うと今僕はねこれをホームセンターの駐車場でやってるんですけど、ちょっとやりながらトイレということに歩きながらやります。操作ミスが甚だしい。どうしようどうしよう。今ちょっとショッピングセンターに入りました。よし、いかん。よいしょ。ああ落ち着いた。200まであった白防御も一気に攻められてこんなんか。こうやってやってると勝ち負けじゃなくて
相手の国力を下げるために毎週攻めるのってありかなとか思っちゃったりなんかして、攻めて負けて帰ってくることで自分にとってのマイナスが何かあるのかないのか、まあ 1.4 だから、まあこれはもう帰ってきたぞ帰ってきたぞ、あのトイレ休憩なんていうあのレアハプニングが、よいしょ、20分、あー頑張るぞ頑張るぞなんだけど、これ本当にやべえんだよな、ここはあ、ここは徴兵をあと2回、違う、福島正則はやらないで、これで、訓練と治安に集中しようかな、この2人を、台風、おお、実はこれ未来変わってます、直撃を受けるのは僕の国だったはずです、まあそういう意味ではちょっと、いけないプレーになっちゃいましたね、申し訳ない、これはこの縛りプレーというこのくくり、おっ、あ、そっかそっか、内政の治安、はい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 、訓練の、まあ、福島正則だけやっておいて、いいね、矢沢ファミリー矢沢だよ、お、頑張れ頑張れ、これどうなんだろう、いや俺は無視してたよ、無視してたんだけど、これ上杉が勝つと思うのよ、できれば本当は訓練100のやつがいいと思うんだけど、おほ、配置を自動で、あー、しまった、しまった、なんで自動にしちゃった、ボンミスボンミス、いやいや、ボンミスボンミス、いや俺オートじゃなくて自分で設定して一番その関係のない戦と関係ない場所で見守るつもりだったあーでも鉄砲100だからまだ残ってんだ、あー、くそあー、しまった、無駄に兵士を消費したただここあれだね、あれか、守りきるっていう点に関しては抜群だけど、鉄砲隊っていうことを考えたら伊勢の城めちゃめちゃいいね、
で、これ弓構え早すぎたおかげで弓構え溶けちゃわん。兵科変わる、変わらんっけ。てか攻める人数そんなもんなんだね。兵糧は7300とか。おお、いいねいいね。しかし訓練67ってどうしたお前ら。無駄に壁登った。連撃、はいはいはい。おお。あ、これ防衛しそうだね。こうやって打ち続ければいいんだもんね。あ、出るんだ。はい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 。突進だ。お、守り抜いて勝利。ほー。で、鉄砲が足らないんだよね、ここは。送ってもらわないと。あ、ここはいいのか。ここは特にやることは今はない感じか。はい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 。これ多分、うん、そうだよね。兵糧収支もそうだけど、金収支やばいよね。輸送はあそこまで送れるんだっけ。うん、あ、そんなに売らなくてよかったかな。やる必要があることもあるわけじゃないんだよね。ただ商売だけ見ときゃよかったか。よし、まあとりあえず、ミノはこれでいいな。これ前世ではね、台風食らってえらいことになってたからね。まあそれと比べると幸せなあれを送ってます。
いかんな、歴史改変しちゃったよ。どうしようどうしよう、これな、これヒダとかが人数がゴリゴリ増えてきて攻めてくるんだよな、おそらく近い未来。一遍攻められて大変な目に遭ってるからね。もうなくなるか。さあ、ここ、とりあえずね、輸送しなきゃいけないもんがあるんで、鉄砲100、訓練を、一斉は商業と石高でいうとね、石高を上げないと兵糧を売るときにね、行動力がかかっちゃうんで。野良仕事なんてしたくないってか、お前ら70とか80とかしかないのに、忠誠が。長谷川宗仁はいらん。うわー、攻めてきた。さっきね、この未来じゃないんだけど、これでね、他国の助けはね、三河に求めればね、多分いいと思う。違う。で、久喜義隆とさっさまりな成政がメインの。で、あとは戦闘力。で、こうした時に戦闘力じゃない、政治力の低いやつ、あれか、巨砲はないか、巨砲がないから池田輝政でいいか。僕が何を勘違いしてたかっていうとね、毛利との戦いでは巨砲を対策した要因が必要です。で、普通でいけばこの門前に整備するんだけど、これ一発で門開けられちゃうんだよね。それどうなのっていうのがあって、普通で言えば行きゃここなのよ。その通路に置いたところで何の役にも立たない。この辺に城があればな。この堀なんかね、邪魔なんだよ。造園がすげえいいとこにおる。
増援の位置が素晴らしいんだけどな。うわあ。ただあの車かがりをあの他で使ってくれたのはありがたい。防御力が下がるってそこまで下がるの？下がる下がるとは聞いてたけど、鉄砲を撃ったことがないから彼らに対して。真田ユッキングな。今俺の中で割と衝撃的なあの下がり方したよ。これは、うん、ノーダメージ君いけるかもしれんぞ。あ、いや、うん、やめてよ。これはもういかにダメージを減らすかだけに集中すれば。地獄の門開いてよかったかな。お、いいねいいね。鎮静持ってたよ。これもうこれで勝っちゃうかな。おし。よし。さすがに無理か。さすがに無理だな。あーどうしよう。俺な、上杉家プレイの時に斎藤智信結構活躍してくれたんだよな。初段仕方ない。悲しいけれどこれ戦争なのよね。だけどノーダメージ勝利だよね。白防御9、白防御9、衝撃だな、うん、さあここは大丈夫、安全地帯がなんか。はい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 。
No。 ああ、まあこれはもうしゃあないな。うん、赤字。知ってる。うん、知ってる。さあ、探しますか。見つからないだろう。ああ、牧野か。うん。ちょっと森蘭丸のあれが下がったんかと思ってちょっとビビったよ。ただなあこれ。徴兵しとくか。さあここはここはなんかその兵糧収支が激しいんだよね。なんでこんなに兵糧収支激しいんだろう。さあ43分ということでまだちょっとやるんだけど、金は掘り尽くされる。収支135。135ってことはまあ赤字は確定だよね。どうするどうする。俺もこんなボロボロの状態のところを立て直したことがほぼほぼないからね。100だろ。白防御9。ああ伊勢混乱、うん、おっと、はい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 。あー共同軍送らない。上杉勝ち。勝てえなやっぱ春日山城。すげえわ。だからそういう時に春日山城を攻め落とせればいいんだけど、まあね、残念ながら鉄砲隊じゃ間に合わないんだよね。一月で野戦に持ち込まなきゃいけない。
ナッシングトゥーやることなんだよね、これは。まあ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 、並走馬があれなんで、この余裕のあるところで兵士を鍛える。余裕のあるとこで兵士を鍛えると。でこれで長宗壁は長宗壁の息子がいたろ。あれ、いねえや。もう100か。矢沢よりさだ。ああ、情報薄いんだよな、これ。矢沢よりさだ、情報薄いんだよな。4行しかない、ね、説明欄の2行とちょっとしか使われないってどんだけだよっていうね。ひょっとしたら全員の中で一番説明が薄いかもしれない。ここはまあ今のパターンだよね。そう、48分。ここもね、売りたいんだよ。余裕がありゃ売りたいんだよ。ただね、売ってもね なんか教養のない教養のない舞台の磯野がいる。磯野、野球しようぜなぜか花澤さん風になるけど積極的でよろしい。さあ、あと訓練をもう一人ぐらいやれば100になるだろう。 OK。 さあ、おお、なんか知らん間にえらいことになった。相場がいい感じに、相場いい感じだけど、相場いい感じだけど、ゴリッとマイナスなんだよな。お前ら頑張れ。お前らの積極性にかかっとるぞ。はいはいはい。よし、いいね。はい。
これなあ、どうやってクリアするんだろう。おっと、伊勢がさらにもうターン余ってるからやりまくってるだろう、ほんと。で、治安下がるとさらにやりやすくなるしな。ちなみに終始はあとちょいで巻き戻すのか。終始13、はい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 。いいね、有効度はガリガリ上がるのがいいね。ここは兵士が増えて、まあ、鉄砲がないから出れないけど、あ、商業と治安が上げれる。はいはいはい。なところで、うん、おーおー、これは普通でいけばガッと売りたいけど 2.5 だしな。最強やん。ないよねそんな簡単に金山見つかるわけないもんね。はいはいはい。もういっちょ、これ以上上がらんのだで。まあとりあえずね、金持ちになるというのは大事よ。ここもね、いっぱい売りたいけどね。売却コマンドを使わなきゃいけないっていう。なあ、攻めてきた。411。誰だった？じゃあ矢沢はあれか。さっきもこんな編成だったよねと思いつつ、よし、
うわー、今回はそっちか。前回みたいにはいかんか。直江兼続か。挑発。あ、そっか、挑発されてあれか、鉄砲隊の攻撃ができんのか。これやだな、撃てねえんだ。ああ、マジか。だけど相手に対するあれのために、これ一匹で突っ込んできちゃうな。普通なら地獄の扉を開いちゃうところなんだけど。あー、くそ、これはまた。捕らえた。うはー、やめてー、やめてー。直江兼続捕まったけど、うわー、どうするべ。41とか減りやがった。狙える。なあ、
紙倉庫。他を渡るか。あーくそ。541431。うわー5リット減ったな。999あったあの鉄砲のおかげでなんとかなってるけど、これはきつい。じゃあここら辺でちょっと終わりにしますかね。あーちょっと歴史改変しちゃいましたけど、まあ、これは仕方ないこととしてご理解くださいということで終わりにします。以上パチョでした。バイバイ。